皆さん、こんにちは。えー、星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。ライブ配信が中心のこのチャンネルですが、今日は、えー、Vlog をアップしようと思います。うんと、まあ、報告なんですけどね、2つぐらい前の動画で、海外のソフトフィルター事情ってどうなんですかみたいな動画をアップしてました。で、その後ですね、私は海外の星撮ってる写真家さん3名とですね、えー、連絡、 がつくというか仲良くなるというかメルトモになったんですよ <laughs> でそれで色々意見交換をできるようになった中でえその動画で取り上げたソフトフィルダーについての質問いろいろしてみたんですよねでするとですねやっぱりね想定してた通り日本と海外ではだいぶその考え方が違うんだなっていうのが分かりましたでこの話の根本というか本質っていうのは リーのソフトフィルターがなくなって、レンズリアに貼り付けられるフィルターが今ないですよっていう中で、もうそれが生産可能になって3年ぐらい経つのに未だに発売されないのはどうしてだろうっていうのを自分の中でこう探りたくて、私情報提供を求めたっていう経緯があったんですけど、まあ今日のお話で、ああまあそういうことかっていうのはわかるじゃないかなと思います。ただ、 これね、あの、誰が得する話でもないんですよ。あ、そう。で、終わってしまう話のような気もするので、実は、えー、今日アップするかどうか悩んだんですけど、先日ライブ配信でちょうど話す機会だったので、喋っちゃったので、まあ、動画にして残しておこうかなと思います。え、ご意見いろいろありましたら、あの、コメント欄に書いていただければと思います。えー、まずですね、えーえー、海外の人にソフトフィルター、 使いますかって言ったら分の、えー、が使わないでしたねあのそういう使い方があるのは知ってるけど積極的には使ってませんと。でもう一人の人はあのガラスにこう何こういろんか吹きつけて自作するソフトフィルターあるじゃないですかあれやったりとかしたことあるよっていうお話だったんですね。であの日本の,そのソフトフィルターなくてみんな困ってんだよね。でもやっぱり、えー なんか海外のソフトフィルターあんまり需要ないんですかみたいなことも聞いてみたんですけども、うん、とソフトフィルターって基本的にそのディテールその風景部分のディテールを損ねるものだから損なうものだから基本的には使いたくないって言ってました。であのー、そのフィルターを唯一ソフトフィルター唯一使うって言ってた自作されてたその一人の写真家さんは健康のプロソフトオンクリア最高だって言ってましたね。あれは ちゃんと星座を出、えー、して、の星座フィルターってその人言ってましたけど、星座を出して、えー、それから風景部分をそんなに損ねる、ディレイを損ねることもないので、あれはすごくいいと。で、なんであれの角型フィルター、特に 150×150 150が出ないんだろうみたいなことを言ってたんですよね。で、この話の流れから、それだと周辺歪むじゃんって言ったんですよ。まあ 格型フィルターって真ん中は点だけど周辺は必ず歪むって修正がありますからで。それに対しての返答はですね、そんなの気にしてんのみたいな感じでしたね。それってその周辺に明るい星が来たらそうなるけど、入れなきゃいいだけの話やん。もしくはトリミングして使えよって言ってました。確かに。これは私も同感なんですよね。で、日本の人はそれ気にするから、 あの出てないんだよみたいな話をしたらあのなんかちょっと信じられないみたいな感じでしたねうんだいぶ変わってくるよねまあでもここまででそのなんか風景部分をだいぶ大事にするんだなってのが分かりましたはい海外の方はねそれからえっ、ー、とプロソフトン A はどうですかっていう話をしたらあれはもうにじみすぎて不自然だって言ってましたね あの過剰に星座が滲む演出をされたものは逆に不自然だからどんなスタックした写真で画像処理きついものよりも不自然だっていうことを言ってる人もいましたなるほどねという感じですねあのこのソフトフィルターを使うっていうことに関してその歴史的な背景っていうかうんとに関してあのツイッターでねあの、えー、情報いただいたことがあって も、えー、ともとは年末年始にお亡くなりなられた藤井明さんが、えー、ソフトフィルターを使って星座感を出す星をにじませるというテクニックを、えー、このように広めたんだよというふうに、えー、伺いましてであなるほどとだから多分藤井明さんはこのソフトフィルターを使って星座を演出するっていう撮影方法の第一人者なんでしょうね。 だからまあそれが広まって日本ではそのソフトフィルターを使うっていうのがまあ広ま、そのすごく広く知れ渡っているっていうその藤井明さんの功績でね、えー、っていうのとあとやっぱり私も海外と日本とで撮影経験して思ったんですが、えー、日本の場合はその光害が多いので空が明るいつまりあの風景部分がシルエットになりやすいんですよで海外行くと空が暗い場所っていうのはすごいあって風景部分が 何ですかねえー、空が暗いので、えー、空と地上風景の度差っていうのが、まあ少ないというか、それで地上風景の部分が結構映るんですよ。あと、その砂漠地帯だと砂がね白かったり、地面が白かったりするから、そういうのもあるんですけど、ただからその地上風景が映しにくい日本ならではの方法でもあったのかなっていうのは、これは勝手に私の、えー、推測なんですけども、うん。っていう感じだったんですよね。 で、えっ、ー、と、そのほかにですね、えっ、ー、と、言っていたのは、レンズに、リアに配置するフィルターの方が良くないですかと、そうは言っても、真ん中から周辺まで点で映るから、美しくにじんでましたよね、リンのソフトフィルターっていう話を、えー、したんですけども、そのときにはですね、 やっぱりいやそれはその通りだけど風景部分のディテールはもうダメじゃないかっていうことも言われました。だからなんていうか日本人は星好きなんでしょうね。やっぱね星空が好きで星空を演出したいっていう気持ちがやっぱり強い国なのかなっていうことと海外になるとまあ日本と海外でもう海外ってもう一言で言ってますけどまあ空の暗い場所。 うん、アメリカの砂漠地帯とかオーストラリアの南半球とかニュージーランドとかまあそういうところに住んでる方々ばかりだったのでそういう方々のその撮影フィールドと根本的に違うので同じことは言えないんですけども、うん、とやっぱりその地上風景の方をしっかりと演出したいという思いの方が、えー、私のお友達は強かったみたいです。 でライブ配信でこの話をした時にあのチャンネル視聴者の方で、まあ、ちょっとにじんだ方がそうは言っても星ってにじその自然に見える場合もあるんじゃないかっていうふうにおっしゃってる方がいて、まあ、確かにそれもあるかもしれないなと思ったんですけども多分それもねその日本と海外の空の環境の差によってだいぶ見え方が変わるんで本当空の暗い場所に行くと。 まあ、張り付いたっていう言い方してる方が多いですけどもすっごい粒ぶなんですよ星が。だからにじむとかそういう感じもなくって全ての星がまあもちろん明るさの差はありのにしろ、えー、細かい粒ぶでシャープに表現されてて目でそういうふうに見えるんでね。 なんか日本だと確かにソフトフィルターつけたような見え方になるので、そこもあんのかなーとか思ったりとかね。うん。っていう感じだったんですよ。で、まあちょっと結論をお話しすると、結論というかまあ話をまとめると、えー、リーのソフトフィルター、後継機、どこのメーカーも出してませんと、出す気配もないですっていう話の結論としては、やっぱりそれを欲しがっていたのは日本、 だけというか日本市場ででししかか売れない商品だだったんでしょうねだからこそこうスパッと廃盤になっちゃったようなじゃないかなって思いますしえー、後続のフィルターメーカーというか他のメーカーがそれを開発するっていう雰囲気も今のところ、えー、見られないような感じがするので。世界的に見て、えー 売れれるっていいう需要じゃなののであれば日本市場のためだけに作らなないよよっていう話なんですよこれは私あの中国のフィルターメーカーさんとこうやり取りをしたりとか、えー、あったんですけどもその時に全然話伝わんないなっていうやっぱり意見の相違っていうのがすごくあってこれはやっぱり私の友人の海外の写真家さんの話を聞いてああだから話通じなかったんだっていう。 まあそういう結論には至ったんですけどつまりもそうは言ってもあの、ね、好きな方多いのでやっぱり欲しい方って多いじゃないですかそのリアに貼るソフトフィルターとかセンサー前につけるフィルターとかね。えー、そういうい 作るとししたらやっっぱり日本のメーカーカかなないいんだろうなっていうて感じですよ、ね、まあ健康さんとか丸美さんとかあとあの吉見カメラさんがね天理ふさんにいろいろテストをしてもらっている開発してるっていう雰囲気がありますけどもそういったところで日本向けに日本の企業が作るっていうことに期待するしかないのかなっていう感じしますよね。うーん よくあのセンサー前にプロソフトのンクリア貼ればいいじゃんみたいなことを、えー、考えがちなんですけどもやっぱりあの自分もねあれからいろいろテストしたんですけどそのフィルターの厚みが、えー、あると、えー、2 0ミリぐらいだといけるんですけど2 0ミリよりもワイドになるともう周辺ダメとかそういう感じだったんですよあだからリーのソフトフィルターってほんと絶妙の厚さとにじみ加減だったんだなって紙商品だったなって思うんですけども。 うーんなかなかね、難しいかもしれないですね。だから今後、えー、自分たちがその望んだっていうか、今まで使ってたのと同等品が出るっていうのは難しいのかもしれないですね。うんまあ、私はもともとそんなフィルターたくさん使う方じゃないんです、実は。もちろん、手段としては、えー、用意はしてて。 えー、そういうベー欲しいときはもちろんつけるんですけど、基本姿勢としては私ノーフィルターでやってるので、私自身は特に撮影に困ることはないんですけど、やっぱりそういう表現をね、好まれる方っていうのはいらっしゃいますし、その気持ちは私もよくわかるので、そういった方には残念なお話なのかな、というふうには思います。ですね。ということでですね。 何,もあの何か答えのないっていうかこれで動画終わると思うんですけど、まあ、2つ前に情報を呼びかけたので今日の動画はまあ海外と日本でだいぶそのソフトフィルターに対する考え方星をにじませるっていうことに対しての姿勢が違うっていうのは分かりましたがかといってその日本でそういうフィルターがあれば売れるっていうのは間違いないとは思いますので。 えー、ぜひこの動画をね、フィルターメーカーさんの方見ていたら、えー、ぜひご検討いただけたいなという感じですかね。うん、はい。というわけで、えー、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。